ということで、今日はアンパンマンの隠された秘密について話していきたいと思います。アンパンマンの作者である柳瀬隆はクリスチャン、キリスト教信者であったと言われています。柳瀬隆はアンパンマンというキャラクターをキリスト教の神様であるイエス・キリストをモチーフにして作り、そしてバイキンマンというキャラクターをキリスト教の悪魔であるサタンをモチーフにして作ったと言われています。アンパンマンとキリスト教には多くの類似点があります。今日はその隠された秘密について見ていきたいと思います。本日見ていきたいのは、アンパンマンというキャラクターはなぜパンなのかについてです。アンパンマンはアニメの中で困っている子がいれば自分の頭をちぎってその困っている子に差し出すんです。そしてそのパンを食べた子供は元気が出て笑顔になるんです。しかし一つ疑問に思うことがあると思います。なぜアンパンマンはパンなのでしょうか。答えはズバリ、アンパンマンは永遠の命を与えるパンをモチーフにして作られたキャラクターだからです。どういうことか、皆さん共に学んでいきましょう。先ほども説明しました、アンパンマンというキャラクターはイエス・キリストをモチーフにして作られています。イエス・キリストというのは実は永遠の命のパンなんです。ヨハネの福音書6章35節と51節、イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。イエス・キリストは地上にいる間、ご自分のことをパンだとおっしゃられました。そしてこのパンを食べる者は永遠に生きると言われました。まさにイエス・キリストというのは永遠の命を与えるパンなんですね。またアンパンマンは自分の顔をちぎって困った子に分け与えます。実はこの行為も聖書から来てるんです。ルカの福音書22章19節と20節、それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを裂き弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。皆さん最後の晩餐を知っているでしょうか。イエス・キリストが十字架にかけられて殺される直前にイエス・キリストは弟子たちと食事を共に食べられました。それを最後の晩餐と言います。この最後の晩餐の時にイエス・キリストは弟子たちにパンとブドウ酒を分け与えられました。ここで出てくるパンというのはイエス・キリストの肉体のことを指しています。そしてここで出てくるブドウ酒はイエス・キリストの血を意味しています。弟子たちはイエス・キリストの肉と血を意味しているパンとブドウ酒を食べることによってイエス・キリストを覚えました。後にこれは聖餐式という形で教会の伝統行事として受け継がれています。私たちクリスチャンは定期的に聖餐式を持ってイエス・キリストのことを思い出します。そう、イエス・キリストというのは永遠の命を与えるパンなんです。これはどういう意味でしょうか。キリスト教では全ての人間は罪を持って生まれてくると教えています。全ての人間は罪人なんですね。罪があると人間はどうなるでしょうか。死んだ後地獄に行ってしまうんですね。この人間が持って生まれた罪、実は人間の力では
取り去ることができません。ですから憐れみ深い神様は地上にイエス・キリストを送ってくださって、イエス・キリストに私たち人間の罪を全部背負わせて十字架にかけて殺したんです。イエス・キリストの十字架の死は人間側から神様へ罪を許していただくための生贄の機能を果たしました。そしてイエス・キリストは死んだだけではなくて3日目によみがえりました。そのことによって私たちのこの罪は全部許されて、イエス・キリストを通して私たちは死んだ後地獄ではなくて天の御国、天国に行くことができるようになりました。要はイエス・キリストは人間側と神様を箸で繋いでくれたんです。私たちはイエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを通して神様との関係性を持つことができるんです。この意味においてイエス・キリストは永遠の命を与えるパンなんですね。イエス・キリストを食べれば私たちは永遠の命を持つことができるんです。つまるところ、アンパンマンは永遠の命を困った子供に与えてるんです。これがアンパンマンがパンである理由です。はい、ということで今日はアンパンマンがパンである理由について話していきました。非常に面白い話だと思います。このシリーズはまだまだ続きますので、どうか皆さん次回もまたお楽しみにしていてください。それでは本日はこの辺にしたいと思います。さようなら。